いや、かなりいいですね、うん。まあ、性能がいいというか、取り回しがいい。取り回しがいいと、まあ、どんどん持っていこうという気になるし、でそしたら、まあ、取れ高が上がってくる。取れ高が上がれば、まあ、どんどん、ね、まあ、皆さんにアウトプットしていきますよ、ね。やってます。今日はね、あのキットズームレンズ、キットズームでねやってます。はい。そうそう、28-60だったっけ。はい。まあ、結構ね、あの標準目で、標準のまあ50-60あたりで、なんていうのかな、こう下町のねノスタルジーな雰囲気をゆっくりこう流し撮りするみたいな。すごく良かったですね。全長もほぼ変わらないし、バランスがね、まあ、すぐ合うし、で、まあ、速射性が高まって、まあ、結果、まあ、スナップ、まあ、こういったところに行った時に、まあ、いろんなアングルでスナップしていけるってところ、まあ、そこはやっぱりすごいんじゃないかなと思います。そうですね、使いましたね。で今回はね、STC クリップフィルターの ND8 を使いました。はい。いや、かなりね、使い勝手がいいですね。まあ、今回のそのズームレンズ F4 から 5.6 なんで、まあ、そこそこ暗いじゃないですか。で日中でまあ使うってなると、まあ、逆にちょっとこう明るすぎたりとかするんだけど、まあ、この ND8 だったらちょうどいい感じですね。日向でも日陰でも、まあ、どっちも使えるっていう感じですね。だからまあこういうね、まあ、ちょっと暗めのズームレンズは ND8 がおすすめかなと思います。
そうです、あのうちのね YS イメージのショップページで扱ってますので、ぜひ、ね、下の動画説明欄見てみてください。